はい、皆さんこんばんは。はいということで、えー、マイク・タイソン対 YouTuberJ ポールのー試合を見たんですけども、まあ、私は勝敗予想ではやはり私はマイク・タイソンの大ファンですので、えー、往年のあの強さが見れて。 まあ圧倒して KO するんじゃないかなと思ってたんですけども、でもジェイク・フォールもやっぱり強い選手でしたね、うまいというか、しっかりとボクシングができてる、ただのユーチューバーではないなと、そういうふうに思いました、ただ、やっぱり58歳ですからね、マイク・タイソン、あのあ、本当にいろんな人の書き込みとかもありましたが、58歳であの体、 を作り上げてですね。そして、えー、初めのうちは本当に前に突っ込んでって、こう、往年のファイトスタイルというか、えー、で、ガンガン攻めてですね。まあ、ジェイク・ポールが結構クリンチしてきたので、まああれで結構スタミナ削られて、まあなかなか、しかも2分8ラウンドですからね、皆さん。50、自分が58歳、まあ、僕のだったらあと21年後なんですが、58歳になった時はあれができるのかというのが、えー、見ててですね、やっぱマイク・タイソン、 化け物だなと半端じゃないなと思いました、えーえーまあ、ただジェイプ・ポールもやっぱり、あのー、普通にボクシングやってましたしいい選手だなとでかいしですね、えー、そういうふうに思いました、まあ、ただマイク・タイソンファンとしては、えーまあ、あ往年の動きが少し見れた感じ左フ,フックとかですね結構当たったりもしてましたから、えー、結構58歳であの動きはやっぱ できるのはすごいなと思いましたし、えー、年齢の方々、中年の方々に、あのー、パワーを与えたんじゃないかなと思いました、えー、本当にすごかったなと、そういうに思いました、でもかなり殴られてたんで、もう見たくないですね、やっぱり、ボクシング、あのバイク・タイソンファンとしては、もう50、もうすぐ60ですから、あんまり殴られてるのは見たくないなというのも正直な感想でした、ただ、やはりすごかったなと。 そう思いました。はい、ということで、ひゆきで、ね、皆様。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。